ここやろな、メイン会場。ほら、ここやわ。ほら、定休行けんのかね。わあ、ちょっと行ってみましょう。わあ、いっぱいや。こんな会場がこう、農産物直売所。直売所でございます。ほら、大きいのこれや。これ。いやー、にゃんこが両側を固めて。ねえ。これどうするんだ？はい、すんまへん。傘ここに入れてなくて。傘ね、はい。はい、ここで言いました。何遍も言って。言いましたよ。OK、言いました。はい。消毒。両手。ほんまや。どういうことよ。もし、応援したなと思ったらそこにカンパ箱置いておく。あのね、あの、役場の看護科行って、あのちょっと見せてもらう言うてな、来たんやって。ほんで撮影してええか言うたらな、あおたくら全部消しとくから買おうわな、出してええかね。別に私テレビも出てるから文句は言わないんだけど。そうかね、ありがとう。マスクしてるよ。お名前は、お名前でテレビ出てはるんやったらいいやろ。でもお名前は言ってた、来ただけでも教えて。みちこさん。みちこさん、かわいいね。ありがとうございます。そしたら撮らせてもらうよ。はい、ありがとう。全部撮って大丈夫ですから。はい、ありがとうございます。あの観光課の方はね、なんかよく分かってない、あのあんまり分かってないから向こう行って聞いてくれって中がね。ここはね、お姉さんちょっと聞きたいんだけど、あれは何でございますか。それ。お地蔵さん。お地蔵さん、10月のね、かかしさん。はい。上手にできてるでしょ。ジャージでできてますね。嘘。触ってきてください。おまかいね。本当よ、上手にできてるよ。いやー、騙された。上手でしょ。ああ、僕、いやー、すごいね。びっくりしたわ。この中には、うん、私たち の, あの分身がありますね。これあの、ヤマトの FM ラジオ。はい。ね。私、ヤマトの FM 配合はね、いちいち出あの上げとくから、あの申し込んだら会費とかいろいろ当たりま。はい。この辺も聞こえますよ。ここ。はい。失礼します。これはすごいですね。メインのね、これはい。17だ。約500体の。500体。はい。いやー、これはどういうことでこんなことになったんですか。どういうこと。この17段にも。あ、最初はもうちょっと15段だったんですけどね。はい。足しまして17段にしたんですけど、あのお皆様を。はどこのお家にもあることを言いましたのでね、はいはい、お越しするときに、はい、これ一本道ですので、はい、り、はい、で、あのあここみたいに天の川実行委員会っていうのは、はい、道筋を天の川に見立てて町民が輝くようにと、お星様のように輝くようにという思いでこの名前を作ったつけたんですけどね、はい、お稲様は各自結構皆さん持ってらしたんですよ、はい、ということはこれは基本的には ご家庭のやつがここに来とるということですか。ここはよそのからいただいてきたの。各お家の分はお家で飾ってもらうということです、うん、いやいや、お家からいただいたんじゃなくて、じゃあこれよそから。よそ、どこのよそですか。最初はかあの徳島の勝浦。あ、じゃあこの地域じゃなかったんですか。地域の方がの地域のお家の大事なのはもらえません。はい、でこれは桃の花になってるんですね。桃の花、あのちりめん大工にも桃の花っていうのがあるので、はい、はい、で一番簡単なのを70代のおばさま6人にお願いして、着物何枚潰したか分かんないですけどもね、はい、作ってもらったんです。そうしますと、これは生地なんですか。あ、着物、着物の絹の着物ですね。はあ、どういうことでございましょう。これはこれ正面のこれは内側、はいはい、これはあの出題として、はい、で何を置いたらいいかっていうことで、内掛けは何枚も買いました。この日の巡り始めてから飾りにするために。ああ、あの意味はなかったですね。意味はこれ意味はない、飾りです。はい、あの似合いますでしょ。いや、これと これからこんなも作ったとかいうことじゃなかったんですね。そんなものは、はい、縫いづらいです。あ、そうです。はい、ありがとうございます。普通の置物、
それから五重塔、三重塔が2棟あるんですよ。これはどういうことでしょう。これは、はい、五重塔ですよ。どうミニチュア五重塔これ。薬師寺の五重塔ご存知ございませんか。はいはいはい、見たことないけど、画像、映像は見たことあります。はい、本物見に行ってください。どこですよ。薬師寺の薬師寺、行きました行きました。今有名な行きました。今ちょうどやってますね。塔頭か斎藤かな。そう、両方です、はいはい、これいただいたんです。これを作った方にね、スザクモン。これスザクモンよね、うん、これは1年半かかって作られて、はい、文化祭に出せたけど、文化祭は1回出した作品は出せないでしょ、はい、見たことないじゃないですか。のび太の見たことないですか。だって折ってあるから、これは小さくなってるじゃないですか。ああ、これ帯ね、うん、あ、帯裏後ろにびっくりしました。帯はね、うん、宝足の何でございますか。宝足のこれはね、宝船のおかけの、この、はい、そういうことで今日は、はい、綺麗どころを撮らせてもらいました。ありがとうございました。はい、ひな祭り会場でした。はい。